日本東京都江東区亀戸亀戸は東京都江東区の地名で上東地域内である。現行行政地名は亀戸1丁目から亀戸9丁目。郵便番号は136-0071。江東区の北部エリアにあり、亀戸駅の北に、倉前橋通り、南に、国道14号が通っている地域である。繁華街、オフィス街、商店街、住宅街と、 様々な雰囲気を持つ町である。錦糸町と合わせて、錦糸町、亀戸副都心の指定を東京都から受けているが、錦糸町が、墨田区、亀戸は、江東区。地方自治の行政区分は2つの行政区内に連なる。鉄道は JR 総武線、東武鉄道亀戸線が利用できる。東西南北を川に囲まれた地形である。東に、江戸川区平井、西に、 墨田区太平、南に、江東区大島、北に、墨田区文花。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、亀井戸1-25-7の地点で43万4千円、平方メートルとなっている。歌川広重工場地帯となった1920年代末頃の亀井戸亀井戸と書いて、亀井戸と読むのは、 南独地名で、もともとは亀井戸と書いたことに由来する。もともとの地名は亀島で、その名の通り亀の形に似た島であったことによる。古代の利根川の東京湾川口に土砂が堆積して、島が作られた。その地点は利根川の川口付近の分流である。当時の中川と隅田川の接近した東西領河口の間にあたる。 現在の北実験側が陸側と島とを隔てていて、その流れの南岸の堆積が島となった。後に、島の周辺に土砂が堆積して、周りの島々と陸続きになり、亀島は亀村と呼ばれるようになった。これが、現在の亀井戸三丁目付近にあった、我流梅庭の井戸、亀が、井戸混同されて、亀井戸と呼ばれるようになり、 さらに、胃が取れて、亀戸となったが、と、に変化したものとする説もある。亀戸村のうち、亀戸天神、天神橋周辺、北実験川南岸、及び、実験川東岸の各地の百姓商売屋は1664年に、取り立てられ、1697年に長地となり、亀戸町、亀戸境町、亀戸清水町が成立した。この山町は、 聖徳三年うるう5月11日に、本所の町地が町奉行に関された際に、町奉行と大官の両支配地となった。1872年に、亀戸町以外は亀戸村に、再び合併した。1889年市政町村制施行が、施行された際に、横実権側伊勢が、東京市、伊藤が、南葛飾郡とされ、南葛飾郡内の各村も合併。 再編された。それまでの亀戸村も、新設の各村亀戸村、大島村、割地村、そして東京市深川区と本属へ編入された。現在の亀戸はこの時に成立した亀戸村の区域である。これには、南葛飾郡亀戸村の大部分、深川井出村、南元諸室村、北本書室村の各一部のほか、柳島村、小梅村、中野郷村、 押しげ村の各一部、本所区亀戸町、本所松城町4丁目、本所河原町、本所後の橋町の各全域が含まれた。1945年の東京大空襲で亀戸の大部分が消失したが、旧中川沿いの亀戸9丁目の大部分は焼け残った。これを受け毎年8月15日に、旧中川東京大空襲犠牲者、 慰霊灯籠流しを開催している。江戸時代、江戸の東外れに亀戸天神があり、ここから東は民家が切れ、田畑ばかりが広がっていた。亀戸天神から北東を400メートル足らずの場所に伏せ、竜梅があった。農家の梅であるが、教皇9年に吉宗が墨田川辺への高刈りの都市たちよって世に知られた。宗師の伊勢や彦江門という人は、 本所に住む商人であったが、風河を好んで別荘を作って、梅を楽しんでいた。梅は成長して危機となって、竜が地面に伏すような形で四方に枝を伸ばした。地についた枝から根を生じ、そこから新しく枝を出すというように、周りに広がっていった。伊勢屋の子孫はここに住んで農業を営み、我流梅を育て続けた。吉宗が来て、以来、我流梅は御用木となっていたのである。 完成4年頃には、元のガリューバ梅は、腰下したが、枝から、次々と根を出すので、2台、3台と、ガリュウ梅がついていた。ガリュウ梅は、1本から分かれた梅だけであったものを、遊郭が増えるにつれて、梅を数百本に増やし、茶屋を作って、客をもてなすようになった。ガリュウ梅が梅屋敷へと発展したものである。亀戸9丁目アパート2017年12月1日。 現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。亀戸天神、ありがとうございます。